大谷、完全無罪決定。MLB と連邦法執行機関は状況の調査を開始し、TMZ によると、法執行機関は大谷の話が正確であると判断したとのこと。連邦当局は、水原投手が嘘をついていると結論付けた。つまり大谷選手はギャンブルでの借金について全く知らされておらず、水原選手は投手の知らないうちに大谷選手の口座の一つから横領したという結論に達したという。さらに、当局は水原氏が大谷の銀行口座の設定を変更し、大谷が取引に関するアラートや確認を受け取らないようにすることができたという証拠をつかんだと考えていると関係者が語ったとも報じた。法執行関係者によると、水原選手は今すぐ起訴され、大谷選手は一切の関与を完全に晴らされているという。速報きたな。ニューヨークタイムズが水原が口座からの窃盗で起訴と言ってるから、大谷さんは白確定ですね。アンチ今まで誹謗中傷をつくだらねえ努力だったな、大声で泣いていいぞ。 ESPN 等するのこれ半端な謝罪じゃ許されないんだけど。一平極悪人確定か。ええー、マジもんなのか。つうか、まずは一平が生きてたってことが朗報だな。そして一平が犯人だったってことも朗報。